こんにちは。こんにちは。今日は難波ライティ公園です。こんにちは。すごい、クリスマス仕様になってるショールームが。メリークリスマース。今日公園来てくれますか？今日は南原でーす。めっちゃ久しぶりなんですけど、南原 IT 公園。いつぶりなんだろう。いつぶりなんですかね。なんだすかね。いつぶりやろう。結構前。余裕で1ヶ月は越してると思う。2ヶ月？ 2 ヶ月は行ってない？ 3 ヶ月は行ってない？ そんなぶりです。うわ、なんだこれ。南原です。そう、公園自体も久しぶりかもね。いつや、この間の B2 この間の B2 ぶりだから24ぶりかな。12月でーす。 話飛びすぎててやばい。12月初、そらそうですね。今日が1日だから12月になりました。だから12月初、12月一発目の公演です。ケットの誕生日まであと2週間。2週間。そうなんです。あと2週間でお誕生日です。イエーイ。だから12月は大好きです。お誕生日とクリスマスと年末といっぱいイベントがあるから、12月は毎年だから大好き。いいですよね、12月は。いいですよ、12月だってほぼ毎週お祝いありますもん。1週目はあれやけど、2週目誕生日、3週目クリスマス、最後年末。そうなんです。いい月でしょう。 いい1ヶ月です。最高に。そうなんです。そんな12月のスタートです。18になります、ケットは。今年で今17。17歳ラストのナンバラかもしれないですよ。あ、すごい、なんか今耳キーンってした。なんで？そう。 今日はちょっとカミ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 やから、ここで噛んどきたいな、ちょっと。 公演始まる前に。 そう、ここで噛んどきます。そう、18ですよ。大人になります。18からさ、成人なのでね、大人ケイトでございます。あは、果たして大人になれてるのでしょうか。そう、ここで髪切ってね。
そう、最近なんか最近噛むようになったんですよ。よく噛み癖が、なんかなんででしょうね。別に何にも変わってないんですけど、よく噛むようになっちゃいました。やばいですよね。けどこれが18歳ですよ。この感じで18歳ってやばいですよね。18歳ってもうちょいしっかりしてますよね。ああ本当に信じられないよ。この感じ、はい、こんな感じで大人の仲間入りしちゃうんですけど、どうしよう、大丈夫か。やっぱ二十歳からの方が良かったんじゃないってならへんか。そう、17なんですね。ケットもよく年齢言うと、まだ17なんやって言われる時と、もう17なんやって言われ、18か、もう18なんやって言われる時とある。どっちも言われる。まだなんやって言われることもあるし、もう18かって、あの小学生で入ってきたケイトがもう18かって、そうそうね。ケイト的にはもう18かな、ケイトの感覚的にはもう18なのか感じ。自分的にはまだなんか、まだまだ全然気持ちは気持ちはまだ15歳ぐらい。そう、よく言うじゃないですか、大人の人とかが気持ちは二十歳よとか言うじゃん。わかります。気持ちは15です、まだ。年相応に多分見えへんと思うけど、幼く見られると思う。幼く見られがちだよね。中学生って言ってもバレへんと思う。小学生は無理かな。だから中学生はバレへんかも。最近の大人っぽい中学生より中学生やもん多分。ね、全然、自分が想像してたより全然幼い。もっと大人になってくれてると思ってたのにね、18の頃にはもっとサランって大人ですってイメージやったのに。ね、やっぱりこういうのがあれですね、理想と現実との差ですよ。そう、はあ、まあまあ、いつまでも若くいられるということでいいかと思います。都合いいように持っていくっていうね。そうよ、ね、いつまでもフレッシュで。いやー、でもやっぱちょっと年相応ぐらいには見られたいけどね。1718ぐらい、17歳って思われるのが一番いいかも。だから年相応やね。そう、なんか二十歳とかそこまで大人じゃなくてもいいけど、ちょっとケイトの場合子供すぎるから。そうそうそう、なんかな、なんでなんやろ、性格、顔なんやろな。
何ですか、なんでそう見えるんやろ、何なんやろ何ですかね。どっちも性格、喋り方、確かに喋り方アホっぽいからあれかこうしっかりと私はってそうケイトはとか言ってるからちょっと、私はそうでございますね無理無理無理や、なられへんわ。生き方、生き方すごいすごいこと言う。生き方か イメージか、イメージね。もう一回挨拶をそうしたらいいんか。確かにごきげんようって言ってこうやってコツコツヒールでコツコツ歩いてごきげんようって挨拶したらちょっとは大人っぽく見られるかな多少ね、多少。あーなるほどなるほど、そうだからライブの日はもう16、17は16日17日はけっともう18歳なのでもう完全大人版ですね、はい大人版ケイトです、はい、ね、そうそう、だからその時はもう皆さんこんばんはって言いません。皆様ごきげんよう、 NMB48 でございますってそうそうそう言うからね。そうそうそう何って言われる、はい、大人キャラでいきますので。無理やろな多分無理やろなきっと、すぐ笑っちゃいそう。笑い方とかもあれかもね、こうなんかギャハハハハって笑っちゃうから、おほほほほほほって、おほほほほほほ、あーはははって、笑わんと、そうそうそう、そうね、笑うときはね、そう、そこちょっとじゃあそこやな、大人ポイントは。ヒヒヒって笑ったら子供やからおほほにしないと、うふふふふか、うふふふふ、口元を隠してね、こう、あらあら、あらちゃん、なんなんやろね、なんだろう、おほほって笑ってなくても大人っぽい人はいるよね。確かにアンジュちゃんとかが一番、アンジュちゃんとかワカポンとかね、大人って感じ。確かに聞いてみますわどうやったらそんな大人っぽいのって。
大人っぽくなる方法を伝授してくれって。そうね。はい、じゃあ私はそろそろ南原に参ります。公演今日は18時半から南原IT公演ですので、皆さん見てください。お時間ある方はぜひぜひ。それじゃあランキングを発表します。13位のりぶんさん、ありがとうございます。12位加藤オーナーさん、ありがとうございます。11位はるかさん、ありがとうございます。10位青い豆腐さん、ありがとうございます。9位タロタンさん、ありがとうございます。8位りょうさん、ありがとうございます。7位ちゃうちゃうさん、ありがとうございます。6位わたるさん、ありがとうございます。5位くにやんさん、ありがとうございます。4位よっしーさん、ありがとうございます。3位佐藤さん、ありがとうございます。3位マキシマムザユウくんさん、ありがとうございます。2位佐藤さん、ありがとうございます。そして1位が1つ2つみつさんです。ありがとうございます。イエイイエイイエイ。スペシャルギフト送ってくださった皆さん、コメントしてくださった皆さん、見に来てくださった皆さん、ありがとうございました。それじゃあ公演南原頑張ります。バイバイ、ごきげんよう。